はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回もね、前回極限やったんですけども、極限シリーズをもう一気にちょっとね、極限シリーズはね正直宝珠が困った時にドドッとやりたいなと思ってたんだけど、まあちょっと転生加わったらね私でもいけるということで、今回順位区にしようかな。順位区一番簡単なのかな、ちょっと分かんないけど、はい行きましょう。協力スキル加護ね、ちょっとここだとあれなんだけど、あやべえ、ランクアップがもうすぐたまるな。ちょっとあれですね、とっととやっちゃいましょう。今回順位区にします。で順位区は全然やってないんでね、結構いい取り巻きがついてますね。この辺一通りなんないんですけど、妖怪ゲージスキルは半減で、水と風に弱いと、で雷と吸収は強い、そして不思議にオロロンに弱いくて、プリチポカポカには強いということで、うん、不死にょろですね、不死にょろ水風でいけばいいっていうのもあるんですが、うん、で今回ねちょうどプニプニでも人雷ノルカ疾風人雷来てますけど、うん、人雷ノルカがちょっと厄介かな。一応ねこのぶつかり無効があるんですけど、これはねまあ、ぶっちゃけて、まだ気力ゼロでいけるときは、なんか、無効じゃないときに倒し、なるときで倒した方がいいんじゃないかなとは思います。個人的にはね。修羅ひげは特にないので、ぶつかりで倒しちゃいましょう。うん。純育も、犬神もね、取り付くやられると厄介なんで、これもぶつかりでね、特にぶつかりダウンもないんで倒しちゃいましょう。そして、ソルカね、ソルカも、ぶつかりで、1ポイント半分以上の時に1耐えがあるんですけど、ぶつかりだと多分やられちゃうんじゃないかな。はい、という感じで、これもぶつかりでやっちゃいましょうということで、はい。なんか割とオーソドックスにいけんじゃないかなという感じです。転生をバキバキにもう使っちゃうって感じで、はい。皆さんね、ちょっとこれ、妖戦は、妖戦使わなくてもいいんじゃないかな。一応ね、妖戦ってのはね、本当にいろんな、クリティカルもあって、いろんな種族に強いということで、まあはい、超クリティカルもあってね、本当はぶつかり撃破で使いたい感じですけどね、はい。で、なるべく、ぶつかりをつけてます。で、あとは、ゾディアックの超加護ね、まあ一応3秒で効いたらいいなっていう程度。あとは凍結、これはぶつかり用ですね。まあせっかくゲットして、不死にょろダメージアップあって、雷軽減もあるんでね、ノルカが近くにいるんで、まあいいのかなと。あとぶつかり。まああと凍結もね、たまには使ってあげたいということで、必殺技で発動っていうのをちょっと後で、あれも見たいなっていうところでね、ログも見たいなっていうところで、はい、ちょっと使ってみましょう。あと視点同時ね、うん。この視点同時の回避ダウンが非常に使えるんだよね。うん。中央の命中ダウン。回避ダウンなのかね。この回避ダウンコンビ。ちょっとジバニャンと視点同時っていう感じで。はい。これブロックされちゃうのかな、ちょっとわかんないけど、はい。とりあえず使ってみます。群馬市はね、はい。前衛的なメンバーでゴリゴリっと倒しちゃいましょう。で、花公園でね。行きたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。攻撃速度アップでいこうかな。これがねぶつかり無効が発動しなきゃいいね、ノルカね。これねやり直してもいいと思うんだよな。どんぐらいなんだか分かんないけど、で小生化公園は超でセットしてます。あ、1耐えるんだ。これでもね何回かやってると、なんか俺時耐えなかったんだよな。これだからなんて言うんだろうね、ゼロのうちは何回かスキップしていいのか。1耐えるんだな。あ、これ倒せましたね。あ、でもノルカはスキップされましたけど、こうやってゼロ気力消費ゼロの時はね、ノルカかソルカどっちかスキップするまでやってもいいんじゃないかな。打ち消しガード来てるね。超加護はないから、ただの加護なんで、もうあとはボコボコにしてあげたいんですけど、ちょっとノルカが、妖戦、
取ったあれですね。さあこれで超過去も来たんでいつでもやられても OK というね。でプリチーにはちょっと強いんですけど、バリアぐらいは破壊してもらって、あそっかジバニャン強打もついてんだ、強いね。うん、まあ、あとはもうボコボコですね。なのでまだクリアしてない人はね、なるべくぶつかり軽減の時にやる方がいいのかな。で打ち消し、打ち消しガードあるからこの辺打ち消しをね、あの散りばめて、この辺はちょっとうまくいったんじゃないかな。妖戦じゃなくてもこの辺誰でもいいなって感じがするけどね。妖戦使うあれもなかったね。はい、なんで真ん中はまあもっといい取り付くのやつ使っていいんじゃないかなって。不思議だとちょっとやられやすいんでね。はい、なんでこんなんでどうでしょうかっていうねひどいひどいけどね。ぶつかり向こうがね、乗るかがなるんだね。うん、で一体とかも、うん、そう、最初はねゼロ、気力消費が最初はゼロだから、あの極限のやつはね。なんで何回かやってってやっちゃえばいいのかなって思っちゃうんだけど、どうなんだろう。純育すごい加護だったりいろいろやって、私ねちょっと気になってんのが、凍結のスキルね。うん、純育の行動、うん、まあまあのダメージ与えるんだけど、ドディアックのね取り付くも使えるし、天聖磁場にはいいね。やっぱバリア破壊してくる強打ってやっぱりいいね。天磁場いいじゃないですか。クリティカルもねちゃんと効いてるし、で凍結の取り付くがジバニャンの必殺技が発動したことによって発動するんだね。力と攻撃速度アップ、そんで攻撃攻撃でしょ。で順位か、これ超過去だったらあれだけど過去だもんな。で必殺、四天王寺の必殺が発動すると凍結の加護は発動しないんだね、やっぱね。うん、という感じで凍結の加護は1回だけなんだな。はい、そんな感じなのかな。うん、でも凍結はねこの良い打ち消しとお払いがあるんで、やっぱりね今回のイベント、ランクアップイベントでねすごいいけるだけね、できたら5凸までね育ててあげたいなという感じはしますね。うん、取り付く発動しないんだな凍結のな。1回だけなのかな、ちょっとこの辺わかんないんだけど、この戦い見てる限りでは1回しか発動しないって感じかな。はい、という感じで凍結ね活躍してくれるんで、凍結非常にいいんじゃないでしょうか。はい、まだレベルね上がってないけど、やっぱり打ち消しお払いいいよね。そして攻撃速度アップと力ね、途中でバフも入って、はい、かなりのいいんじゃないでしょうかという感じでまあソルカね、ソルカまでぶつかりで倒しちゃうともうすごいね。あれこれお題クリアしてない、あ5種のタイプの群馬神だって、なんだよちゃんと見てやれよ今回力任せで倒しちゃったからな、なんかあれなんだけど、はい、まあまあいいんじゃないですかね。これお題クリアするとどうなるんだろうな。あ手形が使えるのか、なるほどね。はい、でももう気力30消費になっちゃうんで、はい、これはまたちょっと半額来た時にねちょっとクリアはどっかでやっときたいなと思います。純育さんね加護を使ってきましたが、まあ割と取り巻きがね、多分運が良ければ人雷乗るかも、このぶつかり向こう 80% この 20% の時とこっちのね1耐えなのかなこれ、うん、1耐えがねこれ 50% なんで、この 20% と 50% 両方の時にあのクリアしちゃうっていうのもねありなんじゃないかなと思います。あとなんだっけ、損傷庫の時にアドバイスいただいたんだけど、私持ってないんだけどね、中央とか命中ダウンね持ってますんで、うん、あでもやっぱ回避ダウンもでかいな、命中ダウン持ってるんでね、あの取り付くね中央とかねあの使って相手のね命中ダウン時刻にさせるっていうのもね一つの手なのかなと
思いますが、転生がやっぱり強いんでね、ジバニャンね、いいアタッカーなんで、ぜひね、活用するといいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ今回こんな感じでございます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。次は何やろうかな。ほとんどやってないんだよね。これでも、宝珠もらえるんで、ぜひね、やっときましょう。イエーイ。またお会いしましょう。さよなら。ジュインクは簡単だったね。私でも倒せました。